山口県にも幸福堂さんあった。庄重子です。地元山口県にも幸福堂さんありました。山口県にはないと思っとったんですよ。また買うことができて幸せます。ちょっとね、遅めに行ったので商品もほとんどなくて、ただ少し割安になっていましたので、その安くなったのを全部買ってきました。もうね、詰め合わせですね。ずんだおはぎ、おはぎ、みたらし団子よね、きなこ団子、わらび餅、水まんじゅう。いただきます。ずんだおはぎ、もう見るからにきめが細かい。ね、上品で、繊細な味わいです。食感は少し粒が残るような感じなんですけど、かなりキメが細かいので、美味しい味わいとともにふんわりと口の中に入ってきます。美味しい。甘さはかなり控えめですね。おはぎ、これはね、粒あんです。もう種類がね、少なかったからね。ほっとするお味です。田舎の素朴な優しい甘さを感じます。粒あんのふわっとした豆が口の中でふんわりとほどけていく感じが美味しいです。すごいきめも細かい。おはぎは相変わらず美味しい。みたらし団子、幸福堂さんのみたらし団子は初めてです。
あれが最高です。優しい甘じょっぱい、なんとも癖になるお味です。お餅もね、ふっくらとして程よい弾力で、噛めば噛むほど甘みが出ます。きなこ団子、きなこがかかってるやつは買ったらね、店員さんがまたきなこねガバって入れてくれるっちゃ、あれが嬉しい。おいしい、香ばしいきな粉の味わいです。お餅がねすごく小ぶりなんだけど、弾力が結構あって、しかも柔らかいのね、口に入れると一体化して大きな幸せに包まれます。おいしいな。すごいシンプルなんだけど、この味はね、癖になります。もう癖になるのばっかりやね。私もチート癖ありますけど。水まんじゅう、パイン、ラズベリー、ラムネ、こしあん、夏ですね。日本の和菓子は本当に素敵ですね。こういうのがあるからね。パイン、こしあんだなあ。すいません。あ、パインの香りします。
トゥルントゥルンですね。くず餅の生地かな。ゼリーとかではなくて、もうちょっとこうプルルンとしたお餅に近い感じの食感がたまりません。パインの味、美味しい。ラズベリー、甘酸っぱさがちょうどいい爽やかなテイストです。いちごよりもちょっと酸味は強いんですけど、それがまたいいアクセントになってます。ラムネ、これ綺麗ですね。うわー、ラムネだわ。すごくいい再現の形です。あのラムネなんだけど、このラムネ味美味しい。これ何とも言えないですね。うん、こしあん、もう見るだけで量を感じますね。上品。すごく甘さ控えめで、こしあんのサラッサラ食感が最高です。まだあるよ。最後はわらび餅、初めて食べます。うん、割と大きなカットですね。プルンもちといった食感です。きな粉の優しい味わいが最高です。これ喉越しがね、めちゃくちゃ良くて、飲み込む寸前も美味しさが広がります。うまっ。ごちそうさまでした。幸福堂さんの和菓子各種大変おいしくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。翔十五でした。地元にもありました。ちょっと見つけた時にはテンション上がりました。本当にね、おいしい和菓子なんで、皆さんもぜひ食べてみてください。
まあ私的にはやっぱりおはぎが美味しいです。いろんな種類のおはぎがあると思うので、また食べたいと思います。